ラブイズブラインド、スマイル大魔王です。ザトイチシリーズで一番好きなのは暴れだこです。ゴルです。わかんねえわ。暴れだこがいいんだよね。ザトイチも何シリーズも見てて、あ、そうだね、好きなんだよね。ということで今日は第6話、うん、ザトイチ来ました。地刀脱出絵巻、もう大好きで脱出すんのかな。そう、脱出なんですよ。はい、じゃあレッツゴー。脱出すんのか。もうとにもかくにもザトイチが好きなんで、私は。あ、ね、好きだよね。よくなんか家で真似してたからさ、こいつはなんて不思議な動きをするんだろうって、姉は思ってましたよ。ザトイチは最高ですよ。いや、まあね、あの、ビートたけしさんもやったし、あ、それは知ってる。香取慎吾さんも、あ、そう、あ、汗はるかさんも、あ、おいちってやつね。そうそう、やったけど、はいはい、やっぱ勝慎太郎さんが一番。あー、なるほど。たまに見てるよね。そう、でね、そうそう、結構、ボンドガールならぬ、うん、ザトイチガールってのは必ずシリーズに一回出るのでね。はいはい。で、結構何シリーズも出てるんだね。実質日本の007といえばザトイチみたいなところがある。なるほどね。なんかイケてる男なのかな。惚れちゃうんだ。もうとにかくザトイチガールたちが、うん、よくふんどしが見えるけど。ふんどし。あ、そんな、あ、なんだこれ。はい、あ、あそこか。先生を培養している実験室じゃないか。今回こんなところまで舞台を映して。さすが合成感すごいね。浮いてる浮いてる。あ、なんか顔が色合いが。多分背景取り巻きだろうけど。そうだね。すごいなんか悪霊感が霊体みたいになっちゃってるもん、ホースの。まあ、離毒の剣を使うからね。かすごいな。しかし、テンポマスさん、ここでも似合うね。似合うね、確かに。どこ行っても、あっ、ウィー、ウィー、ウィー。さあ、誰が違うかなと。侵入者かな。いや、違う、あの、薬をちょっと試してたんだけど、あの、賭場で見つけたみすぼらしい男をちょっと監禁して、ほら、あの、みたいな感じでね。ああ、デッチが。で、薬を培養してたんだけど、それを、あの、ザトイチが、実はザトイチでしたっていう、みすぼらしい男。あ、やばいな。やばいやつだ。あ、で、気づいたザトイチが今逃げていっちゃうから、逃げる前に倒せっていう。あ、倒さなきゃいけないんだ。倒さないとなんか困ったことに、もう強制、もう悪事が明るみになっちゃう。ああ、まあそっかそっかそっか、この実験が明るみになっちゃうからと。この曲も好きだけど、登場シーンがかっこいいんでちょっと見ててください。あ、出るのかな、最初から。最初からバーンって出るんだけど、他のやつは一線隠すから。邪魔するってんなら確保しておくんだぜ。おお、かっこいい。ザトイチ、どう見ても勝慎太郎さんです。かっこいいですね。めちゃくちゃかっこいい。大好きや。俺もこうなりてえよ。どうぞ。上向いてんだ。目見えないから上向いてる。すげえ。届きだ。どうするよ。どう見ても勝慎太郎さん。夏を逃がすな。こう近づかなきゃいいんじゃない。見えないんでしょ。そう。なんだけど、うん、あの、うん、というか逃げるか近づかなきゃいけないで。ああ、そっかそっかそっか。逃げないように、うん、そっか。帰らせ、帰らせていただきやすぜ。やるね。お前様、やつを逃がしてはいろんな敵が。ああ、そういうことか。そういうことか。よりによって見た目で分かんなかったか。イビス屋ほどの男が。まあね。うん、なんとか我々ね、やつを食い止める我々は破滅です。なるほどね。うん、結構今更だけど。悪ライフ。こんな感じで邪魔するわけにはいかん。なるほど。割りが消えてもらおう。ああ、じゃあ脱出までってことは今回時間制限というか、うでリミットがあるんだ。ある程度ダメージを与えるとこいつこっちに向かってくるんで、今交戦中で。ああ、まずじゃあもう出口には向かわさず。そう。お前さん方、どうしても足を無事に返さぬつもりらしいな。おお、足邪魔をするなら容赦しねえ。あ、やべ、覚悟しておくんなせ。やべやべ、これでこっちに来ると。あ、じゃあもう時間たっぷり使っていいと。さあ、今日の作戦は、今回の作戦はですね、うん、もう相手が3連切りなので、こっちもザトウイチ、佐々木小次郎、ちょっと待って、はい、こっちもザトウイチですか。こっちもザトウイチです。あ、なるほど。で、はい、あの、ボンドガールならぬ町娘のお藤をちょっと配慮されて、可愛い子ちゃんをね、そう、あの、こんな危ないやつにね、はい、お湯は任せられない。あの、本当だよね、うん、前回お湯切られまくってたから、今回はと。じゃあザトウイチを先に呼びましょう。ザトウイチ対ザトウイチじゃん。どうする、どっちが強い、うん、あの、いろんな罠をね、こ、あの、うん、ロテハン、この小手ハンで試したんですけど、はいはい、これ飛び道具ワープで全部避けられちゃうので。あ、いや、そうなの、ワープすんの。ワープすんですよ、これ飛び道具だね。飛び道具が効かないんだ。結構ゲシリーズだと飛び道具結構食らってたのに、うん、あー、なるほど、その作戦が通じないんだ。まあ、弓矢は一回切ったことあるんですけど、ね、あれ今光線銃は当たったのは逃げてる時だから。そうそうそう、今からは当たらないのね。いや、当たる。あ、当たるのか。光線銃、光の速度は超えられないという。まるで光だーって。さ、で、遠距離でね、そう、ザ、あの、うん、あの、物干し座を使う佐々木小次郎さんを。来た来た来た。あー、ザトイチが、いや、行って、ザトイチガールが、あ、ザトイチはスピードが遅いからまだ登場してないのね。来た来た来た。さあ、見せ場だ、どうする。どっちのザトイチが、ぶらぶらぶら強いかなと。危ねえ、マジで、結構危ない。おー、いけ
2対1だ。勝さんやっちゃってください。おふじは逃げ回ってる。さあ、やってやれ。さあ、どっちが本物。おお、でも2対1なんだよな。うわ、避けて避けて。とにかく3連切るペースも早い。どっちが勝ち、ガードさせたところもう1人が行くべきでしょう。でもダメだった。強いな。強いんですよ、とにかくこいつ。いけますね。にらみ合ってる。にらみってないけど、お互い見えてないけど、にらみ合ってるみたいな。大丈夫か、今回どこまでが OK なのかわからないけど、ちょっと危ないかもしれんが。背後から来た。見えてない。見えてない。音でね、多分小次郎とキンキンキンってやってる音を聞いて。気配でね、獣みたいな感覚してるんで、これ。そっか、そっか。視力を失った代わりに他のが発達してるパターン。だから毒効かないんですよ、こいつ。ご飯に混ぜても。あ、バレるんですよ。そういうこと。剥がれて、みたいな。あー、敏感なんだ。すげえ。じゃあ毒のトラップを撒いてもよかったか、今回。勝さん、あなた大好きです。あー、大好きだから。あー、あー、で、小次郎がやられた。あ、やられた。あー、終わりやしたぜ。旦那の火事だ。あ、すごい、相手を認めて昇天。かっこいい。勝さん。あ、びっくりした。生き返ったと思ったら、味方の方ね。あ、でもこっちのカツさん生きてるから生きてる、はい、下はこのザトイチをピコピコハンマーとかいろんなので屈服させると用心棒として雇えるんですよ。あ、こいつを屈服させなきゃいけないんだ。あの、その時もかっこよくて、先ほど倒したザトイチが、あの、用心棒として雇ってほしいと屋敷の前で座り込みをしておりますみたいな。わー、喜んで、そう、喜んで喜んでだよ。こんな強い技だね。ね、戦ってくださいと。カツさん大好きでした。はい、それでは大好きなのは分かったけど、もう僕にはならないようにな。それでは、バイバーイ。